スイッチバック、スイッチバックとは、険しい斜面を途半、後半するため、ある方向からおおむね反対方向へと、鋭角的に進行方向を転換するジグザグに敷かれた道路または、鉄道線路である。またそうした、スイッチバック設備、道路、鉄道線路を走行する運転行為をスイッチバックと呼ぶことがある。さらに、勾配であるかどうかにかかわらず、 分岐器を設けて2つの線路を接続し、列車をその接続点で折り返し運転するために設けられた駅や信号場をスイッチバック式停車場、スイッチバック駅、信号場をと呼ぶことがある。スイッチバックステーションの類語として折り返し駅、リバーシングステーションがあるが、折り返し駅、リバーシングステーションの場合は、列車が継続して先に進むために付設された。 進行方向を反転しなければならない場所を指す。スイッチバックとは、急斜面を登るために多数、または複数の鋭角カーブを有するに敷かれた道路、または鉄道線路、または上下、縦方向にうねった軌道であり、主に米国で用いられる。北米英語でのスイッチバックには、180度の急カーブの意味もある。イギリス英語や旧語でのスイッチバックは、 ジェットコースターを指す。いずれの場合も、スイッチバックを行為の表現で用いる場合は、縦方向、横方向に関わらずジグザグに進む動作である。日本語の主な国語辞書においても、スイッチバックはおおむね、急勾配を伴う地形における折り返し式、ジグザグ運転を伴う鉄道線路の意味が記載されている。日本の鉄道書籍においても同様の例が見られ、 青木栄一は、実著の中で、スイッチバック線、スイッチバック駅を、交代と前進を伴うものとしている。一方、停車場の分類として、スイッチバック停車場と折り返し停車場を別個に記載している例があるものの、勾配値の遺憾によらず分岐器を設けて、線路を鋭角的に接続し列車を2線路の接続点で折りし運転するために設けた停車場を、 スイッッチバック式停車場と称するる例もある日本では、世界でも、屈指の勾配である箱根登山鉄道が有名で、列車の進行方向が変わるたびに車掌と運転士が、餅を交代する光景が見られる。また、日本の鉄道市密市では、平地において、線路不設の経緯などから、折り返しとなるような線路配置となったものを指して、都市系スイッチバックや、 平地系スイッチバックなどの5区の使用例ある。なお、日本の古書では、スイッチバックを挙式道と記載している、鉄道工学書籍が見られる。スイッチバックの分類方法は、その構造や歴史的経緯などから様々である。大島敏彦は、スイッチバックを設置形態別に4種類に分類している。これ以外の分類方法として、 例えば、曽ケ圭スケは、まず山岳スイッチバックと都市系スイッチバックに、対別した上で、本線の単線、伏線の別、折り返しの回数、通過の可否、設置上の特徴などでより細かく分類している。スイッチバックの長所としては、同じく勾配の克服技術であるループ線に比べて、路線の距離を短縮でき、公費も公期も節約できるということが挙げられる。また、 トンネルを建設することでも、勾配を克服することができるが、古い時代の土木技術では長大トンネルの建設は、困難であり、峠越えに際してはできるだけ峠を登って高い位置に、短いトンネル設けることが求められたため、スイッチバックが採用される理由となった。これは一方で、長大トンネル掘削技術の進歩に伴って、新たに採用されるスイッチバックが減少するという、 結果にもつなっている。スイッチバックの短所は以下のような多くの制限を受けうることである。スイッチバック式停車場、スイッチバックステーションは急勾配の途半目的で設置されたスイッチバック設備の途中に設けられた鉄道駅停車場のことである。このスイッチバック式停車場には 従来の勾配場の駅に設置されたスイッチバック式停車場の技術に準じ、勾配の有無によらず分岐器を設けて線路を鋭角的に接続し列車を2線路の接続点で降りし運転するために設けられた鉄道駅、停車場も含めている。日本に現存するスイッチバックを大島の4分類に分けて示す。この形態のスイッチバックは勾配に伴うものと、 路線の形成経緯によるものがあり、校舎の形成過程には、様々な要因が存在する。例えば、反能駅や合津若松駅のように、市街地に駅を作るためや、季節の駅に乗り入れるための線形状、東端式ホームなどの要因、遠軽駅や新加入駅のように別々に形成された二路線が、後に統合された例などがある。ヨーロッパの都市中央駅。 ターミナル駅にはこのスタイルの駅が多い。スイッチバックに類似したものとして、加速線と呼ばれるものがある。停車場自体が勾配場にあるか、停車場の構内を出た直後から勾配が続く場合、停車した列車が十分な加速をする前に上り、勾配にかかってしまい、途半に必要な力が得られない場合がある。このような場合、停車場の下り勾配側に水平、ないしは、駅。 信号場に向かって若干の下り勾配の引き乗線を設置することがあり、これを加速線と呼ぶ。停車場から上り勾配方へ進行する列車は一旦加速線に対比し、加速線上で十分な速度を得てから上り勾配に向かう。停車場の下り勾配方のみに引き乗線があり、上り勾配方には引き込み線がないことが、 通過可能系スイッチバックとの構造上の違いである。また、その性質上、加速線を利用するのは勾配を上る列車だけで、下る列車は利用しない。太平洋戦争中、輸送力増強のために、従来の停車場内の勾配を3.5%ミル以下と、する建設規定を上回る勾配の場所にも行き、違いのための信号場が増設される例が、相次ぎ、その際に、 この加速線を採用するところがあった。こうした信号場を線時系信号場と呼ぶ。一般営業されている路線ではない鉄道で、富山県において砂防工事に使用されている国土交通省立山砂防工事専用軌道には2006年平成18年時点で38カ所のスイッチバックが存在し、特にカバ平連絡所付近は 連続18段という類を見ない規模となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。